さて続いては特集です。被災地の子どもたちに届けようと岐阜市の小学生と岐阜市出身のシンガーソングライターが母校の小学生と一緒に作った歌の CD が完成し、完成発表会が岐阜市で行われました。今月末、宮城県の小学校に届けられます。この未来の歌プロジェクトのお話を初めて聞いたのは9月のことでした。5ヶ月前に動き出したプロジェクト、それは被災地の子どもたちに届けるため、岐阜市出身のシンガーソングライター香織さんが母校である日野小学校の児童と一緒に未来に向けたメッセージソングを作るというものです。歌詞は児童たちの被災地に伝えたいメッセージをつなぎ合わせて香織さんが作詞作曲しました。言葉の力の一個一個の力の大きさがすごくて、歌詞が出来上がってピアノの前に座って本当にすぐできたんですね。もうその言葉に乗せるメロディーが降りてきたというか、そしたら自然となんか曲ができていたという感じで、本当にみんなの力を借りてできた一曲になりました。児童たちはおよそ1ヶ月間毎日練習を重ね、去年12月レコーディングに臨みました。東北の人に元気が届けられればいいと思って歌いました。今月、みんなの思いが1枚の CD になりました。そして昨日行われた CD の完成発表会、そこで子どもたちはこんな思いを語りました。東北の地震について調べていく中で、たくさんの人の命が奪われ、今でも避難所で生活をしている人たちがいることなどを知り、私たちにできることは何かを真剣に考えました。そして香織さんと出会い、素晴らしい曲が出来上がりました。歌詞の中にはこんな言葉があります。同じ空を見上げて僕たちは祈っている。一人じゃないよ、みんながいるよ。この歌詞を歌うたび、みんなの心が一つにつながっているんだと温かい気持ちになります。やっぱり忘れちゃいけないことだと思っていて、そして人事じゃなくて、いつ自分の身に降りかかってくるかもわからないことで、今が幸せなんだっていうのも感じてほしいし、あまり被害を受けていない、あまり地震を感じてない岐阜の子どもたちが改めて知るきっかけになって、そしてこう歌を通してずっと心に残っていてくれる、そういうなんか一個の、まあ、大きなこう心の傷となる出来事だったけど、それを通して深いところでつながってくれればなっていうふうに思ってます。自分たちが作った歌詞で香織さんが歌詞を作ってくれるのはとても嬉しいことでした。この歌が東北の人に元気を与える歌になってほしいなと思いました。同じ空を見上げて僕たちは祈っている。一人じゃないよ、みんながいるよ。明るく前を向いて、あの虹の本当に子どもたちの素直な
心が洗われた言葉には心が洗われますね。やっぱりこう子どもの頃に感じたことって大人になってもずっと持ち続けているものですから、ぜひその思い感じたことっていうのは大切にしてほしいなというふうに思いますね。そうですね、ちなみに今月末かおりさんは宮城県気仙沼市の松岩小学校を訪れまして、子どもたちに直接歌を届けるということです。なお CD は1枚500円で販売されていまして、売り上げの半額を義援金に、そして残りは CD の制作費や活動費用に充てられます。問い合わせ先は株式会社文化社で、電話番号は 058-247-6070 です。 058-247-6070 です。以上特集でした。